しいお店を積極的に紹介。トッシーの腹ペコ管理人のトッシーです。まあ余談なんですけれども、僕花粉症なんです。そう、無限鼻水地獄の季節、憂鬱な人も多いのではないでしょうか。よく花粉症にいい食べ物を、乳酸菌とか青魚がいいとか言われますよね。実は逆に花粉症を悪化させる食べ物もあるんですよ。それがこちら、トマトなんですね。体に良さそうと食べる人も多いかと思うんですけど、スギ花粉症には逆効果なんですね。スギ花粉症の人がトマトを食べると、唇が腫れたり、口の中がピリピリしたり、喉がイガイガしたりすることがあるそうで、これを口腔アレルギー症候群 OAS って言うんですって。他にもですね、年間通じていろんなね、スギ以外の花粉症がありますけれども、メロン、スイカ、リンゴ、桃、梨、サクランボなんかを食べてもこの口腔アレルギー症候群 OAS になるそうなので、花粉症の方はご注意ください。以上です。トッシーの腹ペコ、超新店情報。今日は純鶏水系のお店がオープンしたと聞き、こちらエコダへやってきました。早速ご案内します。西武池袋線エコダ駅北口からは徒歩約2分、北口を左にまっすぐ進み、パンコントマテさんを右に曲がります。しばらく歩くと到着です。麺匠鳥松さんです。はい、食券制です。今日は味玉鶏醤油そばを食べたいと思います。味玉鶏醤油そば950円。いただきます。まずはスープから。国産地鶏と RO 純粋のみで出汁を取ったいわゆる鶏水系。シンプルで雑味のない澄んだ味わいで、数種の醤油をブレンドした芳醇で甘みのある返しに、鶏油の香りとコクが柔らかに漂う極上スープ。これはうまい。続いて麺です。大黒屋特注フルオーダー、北海道産小麦を使った中細ストレート麺。長めのレングスにツヤのある美しい麺肌で、パツパツとした歯切れのいい食感。シンプルで柔らかなスープとも相性間違いなしです。具は豚レアチャーシュー、鶏むね肉、コリコリメンマ、九条ネギに味玉です。豚のレアロースチャーシュー、3日間かけて熟成した肉は柔らかくしっとり、鶏むね肉もムチムチでたまりません。うまい。国産の極太メンマ、みずみずしくシャクシャクと歯切れもよく、これまたうまい。味玉ファンの皆さん、ご覧ください。官能的なとろけ具合、濃厚な黄身の旨味がとろっとろです。おしゃれで清潔な店内に、スタッフさんの活気ある元気いっぱいの接客も好印象。
洗練されたスープにこだわりのさまざまな食材、一つ一つ丁寧な仕事を感じる、とても温かくこだわりのあるラーメンでした。流行りの昆布水つけ麺も気になるので、次回はこちらを食べに来ようと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。